皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上の単行部、ネット物販講師の黒沢です。今回は2つの主観に足を引っ張られて、ネット物販でうまく商品が売れない、利益が出ない方が多いので、この2つの主観とは何ぞやという話をさせていただきたいと思います。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸甚です。まず一つ目の主観というのは、商品リサーチをする際に商品に対する主観です。二つ目というのは、その選んだ商品の相場価格に関係している主観です。順を追って説明させていただきます。一つ目、商品リサーチを行う際の主観についてですが、大きく分けて二つに分かれます。まず一つ目は、自分が好きな商品、自分が欲しい商品をよく精査せず買い付けようとしてしまうということ。もう一つは、何の客観的な根拠もないのにその商品が売れるだろうと考えてしまうこと。まず自分が好きな商品、欲しい商品、気に入った商品をよく精査せず買い付けしようと思ってしまう原因として、顧客目線という言葉を履き違えてしまっているということが挙げられます。我々が普段商品を購入する側に立っているときは一人の顧客ではあるものの、商品を販売する側、セラー側に立ったときは自分以外が顧客になるわけです。すなわち、我々が買いたい商品を多くのお客様が買いたいと思ってくださるかは全くの別問題ですし、我々が好きな商品は市場で好まれている商品とも限らないわけです。この自分たちの商品を買う人たちは自分たち以外というポイントが欠落してしまうと、自分が欲しいイコール売ればいいという非常に短絡的な考え方に陥ってしまいがちなんですね。次に、自分が欲しい、自分が好きだといった主観的な観点で検索して見つけた商品が売れるだろうと思ってしまう原因も似たようなところにあります。我々は自分たちが興味を持っているもの、もしくは自分たちの所有物に対して実際の価値以上の価値や魅力を感じてしまう傾向にあるんです。実際に行われた実験で A と B のグループに分けて、例えばコーヒーのマグカップを A のグループの人たちにはプレゼントしました。 B のグループの人たちにはプレゼントしませんでした。その後、 A の人たちにはプレゼントしたマグカップを B の人たちにはプレゼントしていないマグカップを見せて、このマグカップいくらだったら買いますかと聞くと、そのマグカップがすでに自分の所有物になっている A グループの人たちは、マグカップをプレゼントされてない B グループの人たちに比べて格段に高くそのマグカップの価値を見積もったという結果が得られました。すなわち、そもそも自分が関心ある商材を初めから調べているわけですし、特定の商品を見つけるとその商品に対して実際の価値以上の価値を感じてしまうことも相まって、まだ売れるかどうか Amazon 上のデータを何も調べていないにもかかわらず、売れるだろうと思い込みやすくなってしまうということです。二つ目、前半でお伝えした商品をまず探すという段階はどうにかクリアしたとしても、その後その商品をいくらで売るか、もしくはその商品がいくらぐらいで売れるかという相場価格を見出す段階で改めて主観的になってしまう可能性があります。無料講座のステップ11で話している内容なのですが、相場価格を見出す際に、この商品をお客様が検索するときどんなキーワード群で調べるのかということを客観的にしっかりと見出していく必要があります。いくつかの条件があるのですが、結論から申し上げますと、相場価格は点ではなくゾーンで捉える必要があるものの、たまたまめちゃめちゃ高く売っている類似商品の商品ページ1ページだけのデータに基づいて、こんだけの金額で売れるぞというふうに決めつけてしまいがちです。私の言い方だと、理想値、すなわち類似商品群の中で比較的高く売っている商品の金額がそれに当たるのですが、実際は類似商品の中でだいたいこのぐらいで売っている商品が多いという平均値、類似商品の中で一番低いのはこのぐらいで売っている商品がちらほらあるという最低値、そしてその最低値
定値よりも後出しじゃんけんで似たような商品を出す場合、さらに2、3ドル下げて販売する可能性もなきにしもあらずなわけですから、その値を最悪値並びに商品自体の金額だけではなく、代行会社に支払う手数料や国際送料、そしてアマゾンに支払う手数料なども勘案して、実際いくら以上で売ったら利益が出るのかという損益分岐点4プラス1で考えていく必要がございます。ちなみにここもよく誤解されがちなのですが、実際にこの商品を販売する売り出し価格というのは平均値の高めの値です。金額を下げるための遊びを設けるという意味でも最低値や最悪値ではなく、ましてや損益分岐点で初めから売るわけでもなく、むしろ高い金額で売り始める売り出し価格と、この4つの指標というのはまた別物になるという点はご理解いただければ幸甚です。最後に1点補足させていただきますと、結局のところ相場価格を見出すタイミングで販売するアマゾン上のデータを客観的に見ていくわけですから、調べた商品が主観的であろうがそうでなかろうが、販売金額を考える際にしっかりと精査することは可能です。ただ商品リサーチを行う際に自分が好きなもの探しばっかりしてしまうのは、やはりセラーとしては二流三流じゃないかなと思います。繰り返しになりますが、商品を売るのは我々でも、購入するのは我々以外ですから、俯瞰的に商品を見下ろすような感覚で調べられるセラーさんが一流のセラーです。これって人間関係にも関係していると思うんですが、要するにディバーシティ、多様性があることをどれだけ認められるかどうかだと思うんです。どうしても我々って自分たちの考え方だとか、自分だったらこうするということを他の人に押し付けがちになってしまうじゃないですか。例えば恋人関係一つとっても、自分が送った LINE に対して思ったタイミングで思った内容の返信が来ないと怒ってしまうような人もいらっしゃるかもしれません。これって突き詰めていけば、恋人であろうが家族であろうが、自分と自分以外というのは全く別の考え方を持っているということをどれだけ腹に落とせているかどうかに起因していると思うんです。おこがましい言い方かもしれないですが、このディバーシティ、多様性という考え方をネット物販にも応用して、自分以外のいろいろな考え方を持っている多くのお客様を笑顔にしようという考え方でネット物販と対峙できる方こそ、ネット物販で実績が出やすい方なのではないかなと個人的には考えております。最後までご清聴くださりありがとうございました。